えー、近藤正セの裏回道ラジオ2.5回目です。お疲れ様でした。お疲れ様でしたー。いやーあっという間でしたね。でもなんかな大丈夫汗かいてない？<laughs> ああ書きました。なんかカロリー使いますねこれ。<laughs> ヘトヘトなんだけど。そうなんですよ。もう机がもう指紋だらけ <laughs>。<laughs> いや本当に、でもなんかこれやばいトークが空回りしてるってなるとすごい嫌な汗かけますね、これねこっち側の空気感がね、そうななんんですよかたくさん人いるじゃないですか、部長もいるしね、そうなんですよ、実はいや、でもそうですね、なんかちょっと前半の方の一問一答、前回あんま触れられなかったんで、僕の虫歯話が長いがために、そうよあれ長かったななんかカンガルーの脚力とか言ってましたね。 何なのの本当に言われたのいや違う違う言われてないですけどなんかボケな,なんかボケなと思ってあの、うん、ちょっとワニのような顎の力って言ったんであの辺ぐらいからみんなすごい顔してたよ <laughs> そうななんかこっからボケるとしたら何だろうと思った時に「そじゃカンガルーの脚力でハイ、うん、の貪欲さチーターの俊敏さ」って言って「うん、あれこれどう落とそう」と思って、うん、であの落ちなかったと思う落ちなかったですねも、はい、もうあの時もう <laughs> 毛穴開きまいやそんな話じゃなくていもいいそういろいろ答えていただいたのに全然あの触れられなかったんですけどえなんだろうでも「撮りためたドラマの一気見がマイブーム」っていうことなんかおすすめありますか僕全然ドラマ見ないし <laughs> 今やっとね去年のね日曜劇場とか見てる <laughs> <laughs> 去年の日曜劇場えっ,何やって TBS えば何やってました もう忘れた <laughs>。見たら忘れる <laughs>。それは見てないのと同じですよ。<laughs> ゃえっとね、<laughs> はい、この間あの佐藤健と井上真央主演の金曜ドラマをですね、あの2日で一気にしたんですよ。もう号泣で、<ー>もうめちゃくちゃ夜中3時ぐらい泣いて、でその後7時ぐらいからゴルフだったんだけど、はい、めっちゃ目晴れてった <laughs>。<laughs> 翌日にも師匠が師匠出てるところなんですね。な泣いてるところが想像できないですね。僕が言うのもなんですけど。私も女の子だもん。あ、失礼しました。しかないでしかないで。失礼しました。みんなのお姉さんでもやっぱりそのドラマを見て泣くということはあるんですね。ありますあります。人間なんでなんだと思ってるんだ。いやもうなんかでも本当に結構その僕が今でこそそうでもなくなりましたけど、なんか結構そのあの僕が入ってすぐぐらいの時はすごいストイックに働いてるなっていうイメージが。 勝手にににありました仕事には真面目だって結構前回出ていただいた真夢さんもそうなんですけど、うん、僕があの「ほのぼうのに」に、まあ、4週に1回ぐらいスーパーの中継で出て「うん、N スタ・イ・姫」にも、まあ、週に1回ぐらい出て、うん、という中でなんか皆さんたくさん出てんなーって思ってた。 でもまあ出てる時間よりも裏方の時間の方が圧倒的に長いけどね。あまあまあそうですよね。ねこのロケのそのそうですよねうん、うん、自分の出演するときにその裏方としてその取材先の方とちょっとアポイント取ったりもしますもんね。うん、なんか今まで一番楽しかったロケ先とかってあります？楽しかったロケ。はい、ええー、いやいっぱいあるんだけど。あのやっぱ思い出に残ってるのは去年。うん 行った高野山伊勢神宮のロケ行ったんですかそう知らない <laughs> あれえ高野山ほのぼのでちょうど高野山店をやってる時に<っ>行かれてましたねもう何もしよくいない本当に大石さんのロケのイメージしかなくて <laughs> ーー大石さんのロケ大石さんあの番組で出てられてたじゃないですか、うん、あの大石正さん歌手の あの時は高野山祭りだったからね、はい、そう楽しかったよ。ね、神社仏閣ってあんまりそんなに、ねはいはい、興味がない方だったんだけど行って面白かった。えー、なんかえかゾウみたいなの。<laughs> あの金剛力士像みたいな。見てない。見てない。え何をご覧になったんですか。<laughs> え豊臣秀吉のお墓とか。うん、ああ、<laughs> ね、こうかみたいな。そうそう。でまあ、なんか空気感、新鮮さとか、さとかはい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 。そうもう含めて良かった。ああなるほど。<う>確かに言いますよね。やっぱそのあそこなんていうんですかね。全体的にこう神、うん、神社というか <laughs> うまくいないですけどなんか。 敷地内が全部一個神社で、お寺ですよ。全部ね、境内。あ、お寺か。あれ、大家さん、金剛寺ですもんね。もう多分、もう、これ以上何も言わない方が、自分のキャリアに傷をつけないと思います。あのね、あの、前回、あの、大家さんに出ていただいた時にも、鎧は脱ぎ捨てていきます。っていうふうに、あの、言っていただいたんですよ、その、取る前に。でも、あの、僕は今、あの、いろいろ脱ぎ捨てるじゃなくて、どんどんメッキが剥げて。剥げてますね。 大丈夫か?。やばいな、アナウンサーってあれですもんね、街の知識人ですもんね。そうね、いろんな、もう平重さんとか聞いていて、何でも知ってるから。あ、本当ですか?。本当に聞いてみよう、今度。聞いてみて。何聞こうか。まずそこからね。そうですね。本人から質問しないようにね。はい、そうですね、あの。お寺ですか、神社ですかとか言って、多分ね、また投げられる人来る。で、あと、何でしたっけ?。もう、なんか、話それすぎても、何話してか分かんなくなっちゃったよ。 あ、そうだ最後に皆さんへ一言で何？マリーの字 <laughs> <れ>や毛毛を求める。毛を求めるって書くの。はい、はいはいはい。みんなねあのえマリーって難しいねって言うけど、毛を求めるって超簡単じゃない？まあそうですね。そう。って言ったら一発で覚えてくれる。ーマリーっていう字ってやっぱそのなんていうだろう？革命の核にあのー。そう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 。 そのレ,レザーの方うの皮を使ったマリをよく、ね、間違ってみんな多分ね、はい、マリが難しいから難しい方の字って思ってあんまりね、はい、そうこのマリを使ってる人がいなくてえご両親はなんでこっちのマリにしたとかって聞いたことあるいやか なんかねいろいろこう見ながらうちの母親が「えこの「まり」の字が可愛いって言って「まり」まをつけたいって言って「まり、はい」んとかにするかな、うんとか「まり」にするかみたいなで絵になったな。絵っていう字もそのあのイラストの絵ですもんね。イラスト糸に,に合うの

見えないね。う <laughs> うー、見せられた。<laughs> 僕あれですよ、関係順一級と、うん、えっと図書館司書の資格持ってます。図書館司書持ってるんだ。ん私も取ろうかなと思ったけど取らなかった。あ,あ、そうなんですか。あれなんかあの大学で取れるんで大学で取っちゃった方が楽って言われたんで、うんうん、はい。取らなかったなんか何時間その講座みたいな受けなきゃいけないので、確かに確かに。そうなんですよ。 まあわからないことがあれば聞いてください、はい、私もそんな感じで講座で取ったもの <laughs>、はい、書検定、ああ電話対応検定、サービス接遇検定みたいなまあまあ社会人になっては役に立ってるよねあ,あ、そうですか、うん、まあ確かにそうですよねなんかビジネスマナーとかも教えてくれますもんね,ねそっか、じゃあ英語の先生持ってていろいろ資格も持ってる、ね、そう、だからたまにほら N スターでちょっと呼ばれてこれ編集中なんて言ってるとかやってるあ、え、そうなんですかえ、知らなかったのいや、なんか <laughs> バイクスの選手とかはいはいはいあそうなんです通訳さんはついてるんだけどこうどこで喋ってるどこで切ったらいいとかそうもうちょっとわかりやすいことないっていうそうの担当ですあそうなんですかはいいやなんか僕あれですね本当になんかこうやって改めてその普段話してない方と話すとなんか人に興味がなかったんだないやそう周りのものに興味がなかったあんまり喋ってないだから今度から喋ろそうですねマリエさんっていきますねうん いやいいよいいよいつでもいいいでね待ってよいよ <laughs> <laughs> ありがといございます <laughs> <laughs> <laughs>、はいというこいでありがとうございましいはいいよいいよいいよいいの裏いよいラジオ本編は第よ第い水曜日に、はいいテレビー公式いよ u いよいいよいいよ配信しておりますそちらもチェックしてくださいありいとうございましいありがとうございましいまよ <laughs> <だ>ね。